ぬくぬくです。なんて読むの？胸ゆきって言います。胸ゆきです。まみむめものむです。むねさんですね。むねさん、ゆきさん、胸ゆきです。ジトクさん、おめでとうございます。1300回、私のファンの方ぐらいよりもぐらいめっちゃ来てる。1300回、はじめまして。はじめまして、こんばんは。胸ゆきりかと言います。毎日配信をしていまして、いつも夜に配信をしております。いつもっていうか、クリスマスコンサートの衣装みたい。袋があるんですよね、ここに。こんばんは。ミキヤさん、タコありがとう。あ、そうだ、今日は1111だ。忘れてたわ、すっかり。1111日目の配信です。そうだそうだ、イエス、いちごの日。こんばんは。服部さん、おめでとう、ありがとうございます。そうだったそうだった、ワン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 、ビンゴです。ポッキー、ポッキーの日。こんばんは、こんばんは。ワンワンワンですね。トッポね、いちごならあるんだけどな、冷蔵庫に。そうだった、すっかり忘れてた。おめでとう、ありがとうございます。1111おめでとうございますって、ありがとうございます。まあ一生で一回ですもんね、多分1111日目配信なんて。そう思ったらね、記念日ですよ。最近は1000日とか1095日、3周年とか1100日とかたくさんおめでとうございますがあったけど、まあ1110日も今日、1111日は今日しかないので、1111日目の配信は今日しかないので、今日も記念日です。こんばんは。1111日記念配信は今日。1111も続けたことなんて一つもありませんって。あるでしょ、3年だよ。でもだったの、もう一回でも多分1からやることはないだろうから、チケットも14枚あるし、だから人生最初で最後です、1111日配信は。こんばんは、こんばんは。まあ、私が将来配信者になったらリセットされて1からね、あるかもしれないけど、まあ、3年もやらないか。だから最初で最後です。こんばんは。おめでとう、ありがとうございます。ギフト、文吾さん頑張ってください。頑張ります。こんばんは。ポッキーね、お菓
ジ何も持ってないや今日は。こんばんは。私が一番好きな数字、なんだろうな、1から10の中だったら、そうですね、8か3か1です。その服は覚えた。そうね、これ結構ね、イルミ行ったり、でも久しぶりに来た気する。12月ぶりぐらい。それって久しぶりじゃない、11月ぶりぐらいに来ました。最近服の整理をして出てきて、あ、そういやこんな服持ってたわと思って洗濯して着てます。ハイパーさん、だるまありがとうございます。 1×4、 あ、そうだね、1111ってこと。え、結構着てないんですよ多分。似たような服を私が持ってるだけで、これはでもそんなにですよ。タオル美術館のイルミ行った人、あと2回来たかなぐらい。仕事では来てないし、似たような服を持っているだけで、久しぶりに部屋で見つけて着てみました。そう、小説ね、今日120ページ、結局130ちょいまで読んだんかな、まで読んだんですよ。友達に服あげた。でもまだ15着ぐらいかな。1分で2ページ、でも そう考えたら余裕じゃない？私でもね、文章読むの早いんですよ。そう、国語のテストとかも読むの早い。いいことですけど、それは。でもすごくなんか小説って面白いなって思って、なんか思いました。ハマりそう。まだ1時間しか読んでないんですけど、そう、なんか目悪くなるかなと思って、1時間だけ読もうと思って1時間読んだな。130ページぐらい、今129かな。そう、でもすごく面白い。私は小説を読んでいるなと思って、そう、なんか熱く語りたいけど、感想をメールで送ったらなんかちょっと重たいやつみたいになるので、まあ配信で。本も何何、こんばんは、こんばんは。面白いですね。そう、私が読んでる小説はね、同姓同名っていう小説なんですけど、そう、まあネタバレじゃなくて、普通に同姓同名のことについて考えたんです。話の内容に出てくる、そう、同姓同名について小説を読みながら考えたんですよ。本はあんま読まない。もともとは結構読んでたんですけど、学生の時は小説が好きで結構買い集めてた。でも最近は全然読んでなかったです。久しぶり。携帯持ってなかった頃とかは小説が好きだったので本も読んでたんですよ。まあそう、同姓同名についてね考えたんです。そう、まあ話の内容に出てくるからなんか確かにって思ったんですけど、そう、私はなんか同じ誕生日の人とか、普通にリカちゃんっていう子を見つけるだけで親近感湧くんですよ。なんか誕生日が一緒なだけ、下の名前が一緒なだけでなんか気になるっていうか、おおってすごく思うんですね。あ、リカちゃんなんだとかさ、あ、誕生日一緒じゃんみたいな、そう思うじゃないですか。なんか名前が一緒なだけでなんか気になったり、なんか押してみたり
なんか名字が一緒だから押しましたみたいなこともたまに聞くけど、そう、だから下の名前が一緒なだけで親近感湧くのに、もう本名が一緒だったらもうなんかその人のことを監視してしまうんじゃないかぐらいなんか気にならないと思って。理科でも少ないですよ、プライベートでは理科いないです周りに。同じ名前の野球選手いてめっちゃ応援したくなるでしょ。そう、もう一人同姓同名の相手がいたらすごくその方のことを気になってしまうし、めちゃめちゃ親近感あるし、なんかどっかでつながってるんじゃないかっていうなんか感覚になるんじゃないかと思って、そう私は思ったんですよ。なるよね絶対。だって下の名前だけでさ、誕生日だけでそう思うんだから、そんなフルネームでさ同じだったらさね、親近感どころじゃないよね。結構有名なやつ、今なんか流行ってるやつ。そうで、その小説ではなんか自分自身の名前をネットで検索したらいろんな自分がいるっていう、そうなんか話で、例えばなんか自分の名前を調べて、あお医者さんの僕みたいな、あここはサッカー選手の僕みたいな、同姓同名。自分はよく犯罪者で見ます、嘘。えだから気になってるじゃん、そうやってだから無意識に気になってしまうじゃないですか。日本語おかしかった、おかしくないか。48グループで同じ名字の子気になるでしょ、同じだったら。そうでその小説は、そう自分自身の名前をエゴさしてさ、なんか自分と同じいろんな職業の人がいて、その人のことネットで検索したら調べれるわけじゃないですか。だからそうやって見てしまうんです、同姓同名全く他人なのに同姓同名なためにちょっと気になるっていうか、そうウッディの目。でも私はいないんですよね、日本に宗幸理香って一人しか、もうほぼ絶対一人なんです。宗幸っていうのはそもそも少なくて、女性ってなったらまたその少なくて、理香まあ出会ったことがないからいないから、なんかその感覚は味わえないなーって思ったんですけど、まあでも結婚したら味わえる時が来るのかなとも思ったり。こんばんは。え、なんかその同姓同名全く同じ名前の相手がいるって思ったらなんか面白いなと思って、なんかでもこんな真剣にさ小説読んでると絶対ないじゃん。でも私はそんな感じで考えて、なんか不思議だなと思って。え、同姓同名調べても出てこない？みんな。そうね、だから私が渡辺さんと結婚したら渡辺理香さんになるわけじゃないですか。そんな感じで、こんばんは。面白くない？その自分と同じ同性の人がさ何をしてるかとかもさ。そうで、なんかその小説でなんか名前は早い者勝ちだって書かれてあったんです。それは早くつけたもん勝ちというわけじゃなくて、その名前でなんか早く有名になった人にその名前の印象がつくから、先に何かを残した人が勝ちみたいなことを書かれてあって、たくさんいる名前の中から何かを成し遂げてネットニュースになったらその人の印象がつくから、その人の名前になるんです。それがだからそっちのものの名前になって、
難しいな。あ、まるまるさんと同じだねってなるんですよね。あ、難しい。言いたいこと、先にその名前で有名になった人がその名前の持ち主になるみたいな。そう、先に大きなことを成し遂げて、だからもう宗行梨花は私のもの。もう一人宗行梨花がいるかもしれないけど、でも私ネットで調べたら私しか出てこないから、宗行梨花は私なんです。そう、でもう一人の宗行梨花さんがいるかもしれないけど、日本に私がその名前を先に取ってネットに出してるから、その宗行梨花さんは STU のこと同姓同名だねって言われるんです。私がさ、なんかそう、まあ難しいね、こういうあれだわ、難しい言うのが。でも小説を見て確かにいいと思って。そう、あ、そう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 、木村拓哉さんもめちゃめちゃ日本にいるだろうけど、そう、一番最初になんか超有名になった木村拓哉さんの印象が強いから、そう、先に何かを残したもん勝ちだみたいなことを書かれてあって、確かにと思って、なんかおおって思ったんですよ。そう、主人公はなんか無名のその方で、でも同じ名前の人がいろいろなんか成し遂げてて記事になってるのを見て、僕はただの無名の〇〇、けどこの方は何かを残してる同じ名前の人、熱く語る。え、そうなんですよ、もうこの小説が良すぎて、私は小説読むとこうなるんです、ね、小説で語り合いたいだろうと。でもこれをメールで書いたらなんか重たいかな、めっちゃ。あ、ネタバレはしてないですよ、小説の中の話、その一部分が伝わっただけでネタバレは全然してない。その同姓同名について思ったんです。確かになぁと思って、何もなんか悪い方で有名にならないようにしますって。まあね、その小説ネタバレになるからそれは言えないけど、あ、ネタバレではない、あらすじか。まあ、あらすじはその殺人犯と同姓同名の人の生活を書かれてるやつなんですけど、そう、その殺人犯と名前が一緒だったことで、なんか同姓同名のせいで支障出るっていう話みたいなやつだったんですけど、クラマンさん結婚して、ありがとうございます。名字ですか？結婚しても胸息でいたいって、でも熱く語るなら同姓同名を買いました。マジ読む時間ある？でもでも本当になんか、あ、小説って面白いんだなって、なんか小説、そう、もう久しぶりに読んで思いました。でも確か胸息で痛いって、確かにね、なんか胸息ってあんまいないから胸息で痛いなとも思うけど、できるんですよね胸息。エオさはね、ツイッターではしますけど、グーグルとかではしないかな。だって私しか出てこないもん。いないでしょ。こんばんは、こんばんは。でも同姓同名の人がいたら私はエゴサしちゃう。その人のことも詳しくなっちゃう。だから他に胸駅梨花さんがいたら、その胸駅梨花さん、もしネットに活動してる方とかだったら、その人の活動も見ちゃいますね。あ、もう一人のリカさんは〇〇してるみたいな。
その方もなんかの活動が見れるようなんだったら、その人の活動も気にしちゃいます。しかも宗行とか昔の名字だからどんどん減ってってると思う。200人ぐらいだけどさ。え、もう一人のリカさんがショールームしてたら見るよ。気になるもんだって。気になるくない？親近感湧くない？しかもね、ちょっと気になっちゃう。友達になりたい。なんならこんばんは。でももう一人の宗行リカさんはもう絶対いない。もう100人近いです。いない。200人の中の男女比多分分かんないけどさ、半分だとしてもさ100人でしょ。100人の中の理科こんばんは。こんばんは。理科もそんな多くはないからね。こんばんは。同姓同名の人意外といるみたい。ね、なんか面白くない？いたらさ。そう、私が一番有名な宗行理科です。外国で理科、外国で理科、宗行はいないだろうな。理科は言いそうだけど。お久しぶりです。こんばんは。私小さい頃理科ちゃん人形で遊んでましたよ。ここのファンの方が宗行さん。確かに。いや、でも宗行さんの、そっか、男性だもんな。そっか、同姓同名。2人会ったことある。おお、把握してるんだ。は、会ったことあるか。それはすごいな。会ったことあるのか、ネットでじゃなくて。へえ。自分と同じ誕生日の人は調べたことある。美和さん、リチャさん、タコ、ありがとうございます。だから私のめっちゃ仲いい、なんかよく毎日一緒にいた女の子が同じ誕生日だったんですよ。19歳の時。すごくないと思って。めっちゃ相性良くて、しかもだから誕生日はおめでとう、おめでとうって。美和さん、ね、だから誕生日一緒なだけで親近感湧くのに、同姓同名の人がね、同姓同名の集まるイベント、すごっ。だから私が簡単な名字になったら多分たくさんいるんだろうな。こんばんは。こんばんは。そう、名前が珍しいといないんだよね。占いは同じになるのかなって。そうね、誕生日が一緒だったらね、だから気が合うのかなと思った。こんばんは。こんばんは。ティーライダーさん、いいね、ありがとうございます。リカさんはね、いるよ普通に。ウーバーはなんて名前だっけな、分からんけど適当ですね。ウーパーニックネームじゃなかったっけな、本名じゃなくて。こんばんは。こんばんは。
会社の同じ部署に同じ名字の人がいると電話、確かにややこしいね。どの田中ですかってなるよ、うん、こんばんは、こんばんは。え、ウーバーは名前とかいらんくない？なんか名前呼ばれたことないな。どうなんだろう、分かんない。でもタクシーの予約は本名でしてる。でもたまに分かんなくなる、あれこれってな、本名で予約してたっけって。たまにその偽名で登録してるやつもあるから、そのタクシー予約した時に、あ、どの名前で予約したっけみたいな、胸駅ですで合ってるっけってなる。ならあっちの方から運転手さんから胸駅さんですかって言われるので、あ、胸駅ですって。そう、美容室とかは、あ、美容室も胸駅か。ウーバーが違うんだよね。服部さんハートありがとうございます。デリバリーは確か変えてるから、あ、病院とかは本名、本名、病院とか美容院とか、だって病院はあれいるじゃん、保険証。え、そうそう、だからタクシー、タクシー本名で呼んでるわ。病院はそう、コスタリカけど、デリバリーは偽物ですね。だって家バレるじゃん、珍しすぎるもん、胸駅って、胸駅。でも美容室とかは胸駅。そうなんですよ。水月、違いますね、普通の名前にしてる。お城の名前ではお城飲み会、違うわ、お城飲み会ではお城の名前で予約することが多いみたいね。じゃあ胸駅使ってる。でも胸駅むず、なんかね、変わってるからさ、呼びづらいじゃん。焼肉屋さんで一回胸駅って書いたんですけど、カタカナで言うか、こうに見えるかなと思ってさ、ちゃんと呼んでくれるか不安だった。はっきり書かないと、変わった名字だから、これなんて読むんだって。なんか言うがこうに見えつつ、そうカタカナで書くとこうに見えるかなと思ってほっといたら、なかなか呼ばれなかったんですよ。アンナちゃんと行った時、なんか難しい名前をバイトの方が呼ぶのを避けるっていうか、なんかなんて読むか分かんないから、なんかその表を見てなかなか呼ばれない。最終的に胸ゆきさんですかみたいな、2名でお待ちの胸ゆきさんですかみたいな、ちょっと疑問を持った感じで呼ばれるの。そう、はっきり書かないとね、言うがこうに見えるんですよ。見えるくない？ちゃんとピーって伸ばしてあげんと、ザザザって書いたらこうに見えるかもしれんと思いながら、まあほっておいたら、そう、え、どっちだろう、どっちだろうってなるじゃん。変わった名字だから、え、どっちみたいな。なんかよくある名字だったらさ、なんか、あー、これはまあ田中かなみたいな、ちょっと地域となくても、でも私の場合地域となかったら、なんじゃこりゃってなるから、はっきり書かないとなんだってなるんですよ。めんどくさいんですよ。だからこんばんは、こんばんは。そうそうそう、だから綺麗に書かなきゃと思いつつ、まあいいかと思ってさ、アンナちゃんとあの焼肉を予約した時に様子を見てたんです。なかなか呼ばれないねって、名簿をちらちら何回も見て、人が変わって名簿見てみたいな、
ユニバ。そう、カタカナなんですけど、だからユとコをちゃんとはっきり書いてあげないと、どっちだろうって迷っちゃうから。ミキヤさん、ハートありがとうございます。胸ゆきはそんな、まあどっちでもいいんだけどね。かくのんだ、そう、珍しいからさ、どっちで呼んだらいいんだろうって店員さんも困っちゃうじゃん。だからバイトの方だと他の方になすりつけるみたいな感じになって、なかなか呼ばれないっていうか。川又、そうね、一回聞いたことがあれば堂々と呼べるけどね、胸ゆきさんって。全く知らない、聞いたことない名字だから、これはコなのかユなのか、どっちで呼んだらいいんだ、間違えてたらあれだしみたいな状況を生んでしまうという。なっちゃんと行くときは渡辺って書くんですよ、私が。胸ゆきはなるべく使わないように、渡辺って書きますね、みんな知ってる名字だから、ま、もう渡辺って書く。韓国料理屋さんを渡辺理香で予約しました。私の下の名前となっちゃんの名字。そう、まあ、なっちゃんとご飯行くときは渡辺がね、一番絶対 100% 聞いてくれるから、渡辺ですって言ったら渡辺さんねってなるから、胸駅ですって言ったらはいってなるんですよ、絶対、ほぼ絶対とは言わないけど、ほぼ聞き返されるので電話とかでね。2名のお待ちの渡辺さんもあって声かけしたら3人ぐらい、確かに混んでたらね、確かにありそう。こんばんは、こんばんは。どの渡辺か分かんなくなる、確かに渡辺、確かに。ベイベツーショット撮影会で並んでたらスタッフが何と読むんですかって聞いてきたね。そうなるよね、普通に。多分漢字はさ簡単だから読めると思うんですけど、確認のために一回聞くよね。多分電話とかでも一発で胸駅って聞き取れても、聞いたことない名字だから、あ、何ですかってもう一回多分聞かれるんだと思う。聞こえてるんだろうけど、確認のためにもう一回聞いとこうみたいな。スタッフさん把握しておいてほしい、忘れるんだよ多分。バイトとかでしょ多分、そのあれは剥がし。猫ひでさん、ハートありがとうございます。スタッフさんって言ってもあのバイトでしょあれ、剥がしとかの。しかもアイドルと喋ったらいけないって言われてるみたいで、極力なんかあのお話し会の極力こっちも見ないようにされてるし、話ね、私が話しかけてもあってなるから、すごいなんか言われてるんだなって思った、話さないでみたいな。そう、もう終わりですかって聞いても、あ、え、スタッフさんみたいになるので。そう、でも偉いですよね、そう、ちゃんとルールを守ってて。だからもう終わりですとも言われないんですよ、あのリアルお話し会だから。もう終わっていいのかな、帰っていいのかなみたいにいつもなる。わからなすぎて聞いたらなんか、そう、マネージャーさん探したり。だから、まあ、バイトだからね、ダメって言われてるんだろう。すごく真面目にお仕事をされてらっしゃってすごいなって思います。一切見ませんしね、ストップウォッチの方とかも。終わった
目の前にホワイトボードを出して確かに。こんばんは、こんばんは。そう、マネージャーさんに聞いたりして、そしたらマネージャーさんがその子に聞いてくれるんですよ。マネージャーさんがそのみんなが携帯を見せてる受付の人に聞いてくれて OK ですみたいな。でもそうだよね、なんかライブのさバイトとかってさ見たらダメって言いますよね。ね、なんかライブの席を案内するバイト、スタッフさんみたいな、撮影禁止ですって持ってるバイトの方とかライブを楽しんじゃいけないっていうルールがあるみたいな、後ろ向いて置かなければいけないっていう。でもそれを聞いてから意識して見るようになって本当だって思って、まあ興味がないんだろうな。電話のオペレーター？そうそう。まあでも近いからとかさ、もう普通にバイトしたいからできてるからさ、まあ見たいからできてないもんな絶対。だから絶対興味ないんだよね普通に。野球もサッカーも見てはいけない。あ、そうなんだ。へー、でもまあ普通に学生だろうし、バイトとか近いからとかたまたまとかだからね。そう、普通にバイトとして来てるから興味ない。ね、リリーフにいるスタッフも無表情で客席見てるね。そうなんだよ、面白いよね。逆にめっちゃ無表情でさ、だってお話し会もさ、もう表情で私たちのことを見てるわけじゃん。なんか何を思われてるんだって。マジ無表情。こんばんは、こんばんは。偉いです、ルールに従ってて。コンサートの、へぇ、そんなのあるんだ。前にイベントブースで一緒になったタレントの子の名前も知らなかったけど若く可愛かった。まあタレントは可愛いでしょうね、そりゃ。やっぱ名前とか知らないよね。またこいつかという目で見られてますって書いてる。そんなこと思ってないだろうけど、え、でもバイトどうなんだろうね、しんどいかな、楽なんかな普通のバイトと比べて。どうなんだろうね、立ってるだけ。あーでも大変か、自分よくある名前だから同姓同名たくさんいるはず。そう、同姓同名について今日思ったんですね。ゆきりかの同姓同名は今のところいませんね。私なんです、私だけ。立ってるのだけでさ、え、でも考え事できるしよくない？なんか1時間終わったとか。こんばんは、こんばんは。
私。こんばんは、こんばんは。まあね、あのお話し会は大変だろうね。ストップウォッチあるからね。カラオケ配信しないねって、私結構やってますよ。タイミングが合わないだけで。まあ歌は自信はないですよ。歌は自信ないですけど、カラオケ配信はやってますよ。でも月1ぐらいがいいよって言われるんです。なんとスルーパンさん、タコありがとうございます。月1ぐらいがちょうどいいようでして、ヤスさん明けおめありがとうございます。同姓同名の子いた。へー、同姓同名。でも比べちゃうよね、同じ学校なんかにいたらね。病院の会計でビクッとすることなくていいのでは。私一人しかいないから。そう、先月もやりましたよカラオケ。今月はまだやってないので、まだやってないですけども、リカちゃんと同姓同名になりたい。でもそれはもうリカじゃない時点で無理なんですよね。リカだったらワンチャンさ、その結婚とかでどうにかできるけど、リカ変えれないから下の名前。こんばんは、こんばんは。2月1日にカラオケしてね、タワー投げるからって。なんで2月1日？その子は頭良くて困ったね。困るよね、同姓同名の子が学校にいてさ、その子の方がイケメンで勉強できたら気まずい。同じ名前、自分が劣ってるのではないかと思ってしまう。弟の嫁がリカだったらどうします。おお、新しいね。面白いじゃないですか。仲良くなりたいです。じゃあ宗行リカさんになるってことですよね。こんばんは、こんばんは。じゃあもしその子の子供がさ、お母さんのことエゴサしたら私が出てくるね。こんばんは、こんばんは。親族以外で同じ病気全然おるおる。愛媛は学校にもいましたし、宗行さん、宗行ちゃんも宗行くんもいましたね。先生にもいましたしね、先生っていうか過去に出会った学校の先生じゃないけど塾とか結構いますし、普通にその辺をブラブラしてて宗行さん家を見かけることも多々ある。こんばんは、こんばんは。あ、宗行違う感じあるよ。あの行くっていう感じ、どこどこに行くっていう感じの行くで宗行さんとかいます。百均にハンコがある、そっちの宗行さんは。私のハンコはないけど、行くの方のユキ、そうそうそう、どこゆき宗行の方の宗行さんはいますね。ダイソーに、ダイソーにハンコがあるので。そう、宗行さんは愛媛に多いです。あ、金物屋さんの店名で見たことがある。あるある、胸焼き金物店みたいな。でもまた関係ないです私は。こんばんは、こんばんは。
そう、宗行っていうハンコはだからあれですよ、頼まないといけないの、作るときに、そう、オーダーしないとない、ハンコ屋さんにもないんですよ。でも言って作ってもらいますね。でもハンコはでもそうですよね、作ってもらうやつです。こんばんは。2月1日、2月もまあカラオケはするけど、その前に1月に1回多分すると思います。そうね、関東ではいないよね。もっと増えてほしいな、宗行さん。こんばんは、こんばんは。携帯ですぐには変更できる、もう売ってるので。そう、ハンコもらった、もらった。オーダーメイドですよね、胸焼きって。胸焼き倍増計画ね、ちょっと頑張ってもらって、胸焼き男性に、胸焼きの胸焼きくんに、世の中の。学校で珍しい名字めちゃめちゃいましたよ、言えないけどさ、めちゃめちゃいる。様子にしてください。ゆきりかが結婚したら胸息が減ってしまう。確かに胸息、私が胸息くんと結婚したらいいってことですか。じゃあもう一回、もう一回ってなんだ、胸息、もう一回。愛媛には胸息くんいるからね。そういうパターンあるんだよね。でもあるよね、絶対。もう一回同じ名字ってないかな。あるよね、世の中に。同じ名字の人と結婚して、結婚しても同じ名字、もともとも同じ名字。減ってもないけど増えてもない。でも減らしたくないんですよ。2月1日です。タワーもらってから、あ、タワーもらってからだったらいいですよ。怪しいから。来ないとかありそう。言っといて。同姓同名の人いない、私と一緒だね。鈴木海斗いそう、いそう、たくさん。へー、でも私の出会ってきた中にはいませんね。渡辺から渡辺になりました。おお、やっぱあるんだ。うーん、渡辺さんね。だからなっちゃんのこと気になってるでしょ、渡辺さん名字一緒だから。弟が結婚したら宗行さん増えるかな。どうだろう、結婚してくれるかな。こんばんは、こんばんは。同姓同名いないです。こんばんは。そもそも宗行がもう古いから、若い宗行さん少ないんだよね、本当に。だってさ、そのどんどん減ってってるんだよね。だからさ、昔の方で理科って人はいないじゃん、じいちゃんばあちゃんとか。じいちゃんばあちゃん胸息だけどさ、理科ではないし。
兄と弟が同じ名前の嫁さんと結婚して、へえ。ややこしい。弟となっちゃんが結婚したら宗行夏希になっちゃうよ。なっちゃん一生の付き合いになるじゃん、なっちゃんと。でも合わないね、私の弟となっちゃんは。勝手に合わない性格が。下の子と下の子だしね、お互いなんか似たような感じだから合わない。そう合わないです、残念。こんばんは、こんばんは。合わないです。私の弟も多分引っ張ってくれるような子がいいし、性格が合わないです。なっちゃんのあの感じを見ると、あ、弟くんはでもね綺麗好きですね。そこもだから合わない。部屋散らかってないです弟し、なんか結構人に頼る同士なので、お互いちょっと合わないと思います。どうだろう、逆に合うんかな、そういう人って。弟さんは、あ、サラピ、うーん、あー、でもそうですね、サラピ系がいいかもね。なんか尻に敷かれるっていうか、どうだろう。本番は本番はそうですね、多分あれしろこれしろって言われた方が弟はいいと思いますので、そうですね。まだまだ、そうですね。めんどいですよ、世話をしてあげなきゃいけない。弟、年上がいいですね多分。弟は乃木坂さんファンでしょって面食いですよって。そうなんよね。でも可愛いじゃん2期生のメンバーも。このテーマ面白いね。そう、あの今ね小説読んでて、同姓同名っていう小説があるんですよ。そう、それで立花っていう名字、立花っていう名字間違いなく弟さん宗行って呼ばれます。間違いない、宗行って呼ばれるわ。いや2期生ね、あの昔のアーシャだったら、アーシャだけだったらさこちゃんって言ってたけど、変わったからね。アーシャ2個前のアーシャなんで、それは。そう、でも最近はその乃木坂さん好きだから、弟、5期生は誰が好きなのって聞いたんですよ。5期生さん、乃木坂さんの。そう、アーシャしか見せてないからね。性格も全く何も知らなくて、一番初期のアーシャを見せただけなので、全然タイプとかじゃないですけどね。そのそう、でもそうだから聞いたんですよ、お期生は誰が好きなのって。でも好きとか推しメンとかはいないけど、でも一番顔が好きなのは一ノ瀬美空さんって言ったんですよ。一ノ瀬美空ちゃん、美空さん。それを聞いて、あ、面食いだなって思いました。なんか一番なんていうか、わかるかな、一ノ瀬美空さんってなんか誰が見ても
100人に聞いて100人が絶対可愛いっていうような王道なんかもめっちゃ可愛いみたいな感じなんですよ。そう、なんか特徴がなんかあれ個性的な可愛いとかじゃなくて、もう100人が見たら100人可愛いって絶対言う顔なんです。これを可愛いと言わない方はいないみたいな、完璧な可愛いなんです。だからおおと思って、センスなんだろう、そうそう顔顔、え100人が見たら100人可愛いって言うじゃん。なんかそう特徴がある可愛いとかじゃなくて、なんかこの子はなんかなんだろう、鼻がなんか特徴的で可愛いとかじゃなくて、もうなんかバランスが全部整ってあって誰が見ても可愛いみたいな顔なんです。そうそうそうね、美人系だったらそう井上さんとかだけど、美人系だから可愛いではないじゃないですか、美人系。まあでも100人見たら100人可愛いっていうような顔なんです、一ノ瀬美空さんは。だって可愛いって人によって違うからさ、100人中2人ぐらいうーんっていう子がいるかもしれないとかもありえるけど、そうね、さやかりんとか、そうだね、さあやんとか、ね、だからでも可愛い、ちゃんとなんか合ってるなと思って、弟の可愛いが安心しました。確認してきました。でも私も一ノ瀬美空さん可愛いと思うんですよね、一緒だ弟と。そうそう、その人をそうそう5期生の中だったらって聞いて、そう検索しました。可愛いでしょ、めっちゃ可愛いんですよ、超可愛い。サラピは一ノ瀬っていう、確かに間違いない。こんばんは、こんばんは。そう、乃木坂さんは5期生さんが最新です、今。そうですね、曲もね 3曲あるんですよ、5期生さんの曲。この顔ならね誰が見ても可愛いでしょ、あの顔も。あ全体ならね、あの遠藤さくらさん、弟の推しメンね。なのであのなんだっけグリーンアリーナだっけのさ遠藤さくらさんの旗の写真を送りつけました。えん 75% リコチな人、あ名前同姓同名ってこと。身内が美人だとハードルが上がるのかなって、面食いなんじゃない。まあおくりつけられた弟さんのリアクションなんで来た。でもグッズの代行頼まれましたね、その時は。あと斉藤飛鳥さんが好きなんですよ、もうね、もうそうだから、その時は斉藤飛鳥さんのグッズを買ってこいって言われて、
代行ではないですね、お金もらってないので。4期生さんはだから遠藤さくらさんですよ。でも全然並んでなかったんですよね、たまたまあの日グッズ並ばずにどんどん買えたので、何回か並んで買う。完璧に面食いやないかってね、絶対顔から入ってるよね。そうだな、拓也さんレインボースターありがとうございます。 STU は知らないんだよね全然。まあそりゃそうだよね、兄弟がいるグループなんて知ろうと思わないよね多分。日向坂さん弟はね乃木坂さんしかなので、桜坂さんも日向坂さんの話も聞いたことない。伊豆田さん今日もありがとうございます。握手しましたね、すごいよね今考えたら、握手したこと、握手できてたなんて昔は。弟さんライブ来たことないです。桜中さんの3期生さんはまだ分かんないけど、でもリカちゃんがいるよね。あとアクターズさんとのこと、山口元、山口県のこと情報は入ってきてるけど、そんなこんばんは、こんばんは。私もアイドルさん好きなんで情報は見てますけど、情報通、そう情報通です。なんやかんやだってネットに載ってるもんだって。 TikTok とか Twitter 開いたら絶対流れてくるもん。こんばんは、こんばんは。ね、四国はいないけど広島と山口県、最初はなんかでもみんなまだ顔と名前の区別はつかないですね。私が好きなの、私まあいろんなアイドルさん好きなんですけど、桜坂さんと日向坂さんです。あでも乃木坂さんも好きですね。坂道さんですね、全部好きだわ坂道さん。全部、え、そう全部どれがって選べないけど、でも一番なんかめっちゃガチってたっていう時期は欅坂さんです。え、欅坂さんからですよ、だから一番欅坂さんなんですけど、一番とかじゃないんですけどね、欅坂さんからアイドルをめちゃめちゃハマって、めちゃめちゃハマったのは欅坂さんです。そうそう、あ、日向坂さんの時計まだ使ってないんですよ、青だからね、私の部屋ピンク。契約券見てましたよ、もちろん受験生なのに見てました、毎週。高校生面白くて、そう、その流れでそのひらがなけやきさんの番組とかも見るから、乃木坂さんとかそれなりになんか知ってるっていうか、そ
う、欅って書けますか。そう違うよ、欅って書けないじゃないっけ。あ、質問してるのか、私に、私に質問してるってことか。でも見ちゃったよ答え今。ラジオ、あれですよね、こち星だっけ。え、合ってるっけ。リカちゃん推しでした。え、そうそう、でも私もリカだから同じ名前だからやっぱ気になりましたね、リカさん2人。やっぱこの今日のこのタイトルであるように下の名前一緒だからリカさん。尾関さんはリカさん、尾関さんの印象が強いからリカさんって感じはしないけど、私みたいに、私も胸駅のインパクト強すぎて、雪リカとかのインパクト強すぎてリカちゃん感ないんですけど。尾関さん名字で呼ばれてたからね、リカちゃんって感じはあんましないよね。そう、中井リカさんも同じだから、そう、もちろんもちろん結構前から気になってるというか見てました。やっぱ気になるよね。 LGT さんできた時にそのリカさん、こんばんは、こんばんは。豚松さんめちゃかわいい、ありがとうございます。姫の木リカさんはわかんないな。リカさんだけでグループ作れる、そんなにはいないよ今思ったけど、今思ったっていうか、あの今いる、あでもわかんないな、たくさんいるかもしれないけど、48グループと坂道さんだけだったら少ないですよリカ今の。乃木坂さんにそう一人、一人よね、一人。うん、で桜坂さんに今は一人、日向坂さんはいないかな今のところ。そう、オーディションに参加したのは STU だけです。ゆきりかがゆきりかすぎて全然リカちゃんのイメージがなかったでしょ。私リカちゃんなんです、なんと。はい、リカって言いますね。ゆきさんって感じでしょ、ゆきちゃんっぽいでしょ。そうなんですよ、リカちゃんなんです。ゆきちゃんじゃないです。ムネさんでもないです、ムネさんでもなく、ユキさんでもなく、リカさんなんで。結婚したらツイッターで発表するってしないでしょ。え、芸能、あの芸能人の方とかだったらするのか。ゆきさんすぎてリカ感感じないでしょ。そうなんよ、ゆきちゃんっぽいでしょ。あ、ゆきちゃんじゃないんだって言われますもん、たまに。リカちゃんだよ。お疲れ様です、こんばんは。
そう、中井理香さん、そう、中井理香さん。理香はお人形のイメージ。理香ちゃん人形でしょ。理香ちゃん人形で遊んでたよ。私の母がリカちゃん人形好きなので。こんばんは、こんばんは。ね、そう、リカなんですよ。名字が強いからね。うん、ね、でもそのさっきの名字の話とかだと、私がでももし名字変わったらゆきりかではないですから。胸駅でもないですし、ゆきりかじゃないですから。確かに尾関さんも理科感少ない。確かにそうだね。理科ちゃんだもんね。こんばんは、こんばんは。でもその話をしてたら、沖さんが私は優香ちゃんだよって言ってて、沖さんは沖さんのインパクトが強いから、ああ確かに仲間だと思って。優香さんなんですよ。優香さんって感じじゃないじゃないですか。優香さん、そうね。佐藤さん、渡辺さんと結婚したら理科が強いだろうね。渡辺くるくるは優香ちゃんじゃん。あーでもそうでもないか。くるくる優香ちゃん感あるよ私は。まだでも沖さんは優香さん感ない。優香さんだよ。優香さんってさ言われてさ、沖さん出てこないよね。ゆうかちゃん、くるくるのゆうかちゃんまだわかる。なんかこんばんは、こんばんは。ゆきりかがなっちゃんの弟と結婚したらいいのに、なっちゃん弟いないでしょ。わかんない、兄弟非公開かな。ね、おきさん、ゆうかさん、何ぽ、ゆうぽ、ゆうぽです。さん、兄貴、兄貴いいね呼び方。兄貴って、兄貴欲しかったな。お兄さん、姉貴。こんばんは、こんばんは。兄貴って呼んでいいよって。兄貴って呼びたいわけじゃないんですよ別に。こんばんは、こんばんは。ね、でもね、みんないないところの兄弟欲しがるからね。お兄ちゃんがいる子は弟欲しいって言うし、眩しい、女優ライトが眩しかった今、低くした。
ありがとうギフト、ありがとうございます。ありがとう。今夜はこれにて、おやすみなさーい。そう、ないもんねだりなんで。てんてんてん。おやすみ。そうだよ、身長高い人は低い人がいいって言うし、低い人は高い人がいいって言うし、正解なんてないです。ないものねだりだ。でも私は最近は満足してます、高いので。一人っ子が良かった。え、珍しい。え、一人っ子ですか。あ、充電がなくなっちゃった。充電がないわ。よいしょ。わわわわ、充電が 20%。 一人っ子、確かに。でも一人っ子だったらね、でも一人っ子に憧れた時もありましたね。やっぱないものねだりなんで、なんかその両親のさ、愛を私だけに注いでもらえると思って、お金もさ私だけに費やしてもらえるじゃないですか、一人っ子と思った時期はまあありましたけど、まあ別に今は。橋の下の子、充電が 20%。 ね、そうそう、一人っ子だったらなんか大切に育ててもらえそうじゃん、もっと。わかんないけど、イメージね。二人に費やす分一人に。でも兄弟がいたら一緒に遊ぶ相手とかいたから、小学校の時からね。一人だったら誰と遊んでいいか分かんなくなっちゃうそんなことはない。私は年が近かったので、弟とその遊びに行ってもゲームセンターとか弟とずっと遊んでたけど、それがその存在がいないって思ったら、私は誰と遊んだらいいんだろう。お母さんに大切にされてそう。まあでもお母さんは弟の方が好きですよ。甘いです。妹が欲しいと思った時ありました？いや、思わないですね。そう、年近いからゲーセンも全部弟と、乗り物とかゲーセンのゲームセンターの乗り物も弟と。あるじゃないですか、トーマスの新幹線とかアンパンマンの乗り物とか。下に甘いですね。まあ男の子だからね、多分。こんばんは、こんばんは。お墓の継続すごい考えてるね、現実的。目が疲れた。 STU で姉と妹にするなら誰？姉はパセリか愛子さん。まあ私より年上のメンバーが3人し、4人しかいないので。あ、2期生そっか、先輩もいるのか。そうだな、お姉さんにするなら、おでも福田さんとか。二期生だけで考えてたわ、もっと広く見たら。福田さん、あーでもな、ちょっと元気かな。うーん、
パセリ結構お姉さん感あるから、まあ、パセリとか福田さんとか。葵さんはお姉さんじゃなくて結婚したいです。葵さんはなので、なんだろう、嫁さん。福田さんはすごいしっかりされてるからお姉ちゃんって感じだし、なんかいいお姉ちゃんっていうか。そう、葵さんは結婚です。お姉さんじゃない、妻。なんか起きて朝ごはんとかなんか出してくれそうな、すごい、なんだろう、母性を感じる。 SU 性格のいいメンバー教えてください。私ですね、それ。私葵さんがいいですね、結婚するなら。面倒見良さそうだし、程よく怒ってもくれそうだし、なんか子育てご飯も美味しいし、なんか家の整頓もすごくそうされてるし、程よくその怒ってもくれるし、なんかたまに冷たいけどなんかたまにデレデレしてくれたら嬉しいみたいな、男目線で見ると最高です。普段なんか結構さツンってなんかしてる感じで接して、家のことはパキパキしそうで、すごく素敵だと思います。けどさ、結婚してるってことはそんな方が俺のことを好いてくれたっていうなんか嬉しさ。葵さんのことです、これ。男目線で考えるとね、そんなさ、ツンってしててさ、何でもハキハキこなしてすごく完璧な方が俺のことを好いて結婚してくれた、俺のことが好きなんだってなんか考えてニヤニヤする。こんばんは、こんばんは。葵さんの家行ったことありますよ。このなんか葵さんが俺に惚れたのかなって思って、そういう姿を見てニヤニヤしたいですっていう、なんかこの男からの男からの男、私が男だったらそう思います。だって髪結んで料理してそうだもん。髪の毛結んでなんかエプロンして、めっちゃ想像できるもん。なんか今ニヤニヤしてる、だって葵さんファンだもんね、あなた。そうだよね。でもこういう気持ちでしょ、なんか。そう、同姓同名オリンピック選手、へえ、すごい把握してるね、ちゃんと同姓同名の方を。そう、なんかもね、そう、葵さんの生誕祭29日こんばんは、こんばんは。舞さんか、舞さんはね、なんだろうな、どういうポジションにいてほしいか。舞さんは私が男だったらなんだろうな、でも彼女っぽいですよね、彼女感もあるんですけど。そうですね、こんばんは、こんばんは。なんだろう、こっそり会うなんか女友達みたいな、よくないな、なんか
義理の姉って感じ？なんだろうね、そう、なんか身近じゃなくて、なんかなんだろう、そう、男目線で、なんか本命いるけど、なんかその舞さんに出会って落ちてしまうみたいな、こっち男は可愛くてさ。そう、これはもうわかるね。そう、なんかなんだろう、本当本命の彼女、彼女感もまああるんですけど、本命の彼女じゃなくて、なんかそうで、なんかこのことは秘密だよって言って目をうるうるさせながら見てくる感じでいてほしい。そう、キュンって、それで秘密で会うみたいな感じのポジションがすごく似合う、私的に思う。大丈夫って。で、そんな感じ、かわいい、あ、かわいい後輩とか、あざとい後輩みたいな、なんだろう、すごく似合うっていうか、そんなことないんですけどね、私の妄想です。役でも現実ではそんなことないし、そう、ドラマとかの話です、よくある。私はドラマとか映画とかね、たくさん見てるので、そういうなんかグロい、なんか人間関係が、された側のブルーとかわかるかな、わかんないか。そう、ドラマはね、そう、こういうのばっかりなんですよ。まあだからドラマになってるんだけどね、そういうストーリーがあって、そうだから、そういうドラマみたいになるに例えると、そのパターンだったらすごいなんか似合うっていうか、なんだろう、そうそう、まあ彼女かな。そうです、ドラマや映画を見て泣くことある？でも泣くような映画をあんまり見ないんですよね。今日も一本映画を見たんですけど、なんだっけな、こう、なんだか、カタカナの全メンバーの聞いて共感したい、でも結構適切だと思いますけどね。今日もね、映画を見たんですけど、なんだっけな、カタカナで、その心霊スポットでなんか悪乗りして、悪乗りするやつ、コンシアムみたいな、コンなんとか、コンなんとかムみたいな、コンなんとかです、なんだっけな。こんばんは、こんばんは。でもそのサスペンスホラー映画のみたいなのを見たので、めっちゃ怖かったです。こんばんは、こんばんは。ホームライアンス、ホームライアンスじゃないよ。なんか最初コロシアムかと思ったんですよ。そう、韓国映画でも違った。なんだったっけな、韓国映画です。コンジアムだ。コンジアム、コンジアムですっていう映画を見たんですよ。なんか見てほしい、怖いですよ、なんかトラウマになる感じの映画だった。なんか怖い映画集みたいなの TikTok で流れてきて、そう、コロシアムだと思った、違ってた、
コンジウムだっけ、聞いたことない言葉すぎて頭に残らない。え、なんかでも結構長いんですよね、飛行機で感染するやつ。それは違う、それは新幹線みたいな、違う、それは分かるよ。え、新幹線だっけ。新幹線か、新幹線って読むよねこれ、漢字新幹線、それは新幹線です。そう、それも面白いね。けど今日見たやつはなんか心霊スポットに悪乗りして、そう、新幹線です。それも見たことある。今日見たやつはめちゃめちゃ幽霊が出るっていう噂されてる心霊スポットに、そのなんか調子に乗るっていうか、なんか YouTuber さん平気だよみたいな感じの悪ノリで集団で行ってなんかひどい目に遭うような内容なんですけど、残り21分ぐらいのところがめっちゃ鳥肌。なんかまあ昼間に見たんで怖くはなかったんですけど、人間のゾワゾワする音声とその怖いその絵面っていうかが同時にそのあるような怖さで、なんか背中から鳥肌が立つようなゾクゾク系だった。最後の方が、そう、残り21分ぐらいのところ、え、なんかゾクゾクするなんかその音ってあるじゃないですか、となんか今日その怖い絵面が一緒にそう流れて、そこはちょっと昼間だったけどおおって思いました。なんか面を思いっきりすする音みたいな、なんだろう、なんか肉を、目こんなんなんですよ。なんかまあ見てください、その最後の方だけ見てください。本当にトラウマトラウマ、なんか面を思いっきり勢いよくすすってなんか汚く食べるような音、なんかと同時にすごいいくわみたいな絵面が出てきて、そう、ゾクゾクする音とその目から見るものと耳から入るものが両方なんかゾクゾクですごく鳥肌だなって思いました。結構評価高いです。なんかこれの真似しようかなって思ったもん、コンタクトとかって。こんばんは。マジその最後の方鳥肌、そこだけ見てほしい本当に。ネットフリックス入ってないか、そんなみんながみんな入ってないもんね。マジでもう怖い。なんか人間ってなんかね、白目と黒目の割合が低いだけでもこんな怖いんだな、あ、白目と黒目の割合が違うだけでもこんな怖いんだなって思うし、ゾクゾクする音、マジ怖い。最後の方あ、この辺だ、うわ怖っ。1時間10分ぐらいからかな、1時間10分ぐらいからが怖いです、多分。え、怖い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 、こっからだ、1時間10分ちょいぐらいですね。
がっから怖いです。おすすめです。コンジアムです。どういう意味なんだろう。1時間10分ぐらいから怖いですから、もうそっからもう映画なんか時間なくて見れないって方はそこだけ見てほしい。マジ怖いです。怖いっていうか、その人間の苦手な音というか、ゾクゾクくる。あ、地名？へえ。そうなんだ。韓国、そっか。あ、これはね、吹き替えがあるので日本語で見ました。なんか人間がゾクゾクする音ってあるんですよ。それがプラスできとって、絵面だけじゃなくて、ね、もうその音もうわーってなるような、ゾクゾクするような音。バケトン？なんだそりゃ。トンネル？まあ、音がね、なんかホラーでなんかこんな音で怖いホラーってなんか初めて出会ったなと思って。だいたいドーンとかバーンとか、日本の本コアとかさ、なんか怖い話とかドーンとかバーンとかで来るけど、なんかその面も思いっきり進んでもう、わーみたいな、ペチャペチャ系みたいな、ゾクゾク系の音楽できて新しいなって。音が耳からもなんか不快感を感じるというか。すごいって思いました。おおって思いました。そう、音で驚か、ドーンとかじゃないんですよ。もうなんか気持ち悪いみたいな音。なんだろうね、ゾクゾク系です。まあ見たらわかるのでぜひ見てみてください。映画紹介でした。なんだっけな、コンジウム。違うか、コンジウムじゃなかったっけ。全然覚えられない。だから胸行きもこんな感じなんだろうな、聞いたことない単語すぎて。こんばんは。頭に入ってこない。あともう一つね、見た映画があるんですけど、漢字が難しくて読めない。呪う。呪うっていう感じに、なんかごんべん。なぜその映画に出くわしたの？え、これ TikTok を見てたら、なんか今年私が見た怖い映画ナンバーワンっていうのを知ってる方がいて、あ、そう、その感じ、サルトビさんの、それそれ、そう、それで見つけた。で、あ、怖いんだと思って。そう、それを途中まで見てますけど、途中で携帯触っちゃってあんま入ってこないから、もう一回最初から見ないと分かんないや。途中で携帯触ったら終わりなんだよね、マジで。映画って分かんなくなっちゃう。目がかゆい。こんばんは。そうそう。へえ。ね、携帯閉じないといけないけどさ、触っちゃうじゃん。なんか夜とかね、
夜とかで見ようかな。見ちゃうね、ホラー映画とか面白いよね。でもなね、面白い、おもろいです。同姓同名はね、そう、小説の話なんですけど、小説も面白いし映画も面白いし、文学女子だ。ホラーとかしか見てないけど、いいように言えば文系女子だ。いいように言ったら、いやでもね、私ね、この映画よりも私的におすすめのホラー映画っていうか、まあ、確かにこれも怖い、確かに今日見たやつも怖かったけど、私的に好きなホラーは他にあります。そう、文系女子、文学系女子。そうですね、でもスリルを味わえる映画だったら、でももう、でも同じよう、毎回同じの言ってるじゃんって思われるけど、でも同じの言ってるじゃんって思われるかもしれないけど、それが本当にいいと思ったから毎回同じのを言っちゃうんだよね。目撃者とかさ、いろいろ見た上で、あ、やっぱりこれも目撃者が一番ゾクゾクするなって思うから。あとはそう、クリーピーとかも結構サスペンス、スリルを味わえる。クリーピー、偽りの隣人。あとはそうですね、なんだったっけな、あの温泉のやつ、温泉で人殺しされてるやつ。そう、なんか同じのを言いすぎてさ、でも私はそれが一番良かったと思うから、いつ聞かれても同じなんだよね。あとね、あの温泉のやつなんだっけな、タイトルメモってるんですよ、見た映画なんだったっけな、温泉のどれだろう、ここに載ってないかな。そう、メランコリック、それあれ書いてないんだけど、メランコリック、なんで付け足さなきゃ、上の方に付け足しとこ、メランコリック。お、テルマエロマエじゃない、めっちゃ平和じゃん。平和、平和か、平和では分かんないけど、メランコリックっていう映画も結構なんかゾクゾク感味わえます。まあ、簡単にあらすじを言うとネタバレにならない程度で、このメランコリックっていうのは、そう、まあ、主人公が普通に温泉でバイトしてて、そう、ある日ね、夜忘れ物を取りにその温泉に帰ったら、なんか悲鳴聞こえて、そう、温泉を覗くと殺人現場なんですね、そこ。それを見てしまうっていう。昼間は温泉と営業されてるけど、夜は殺人現場、それを目撃してしまう、こっそりね、えってなるよね。そう、どうしよう、見つかったらどうしようともなるし、何この状況ともなるし、乃木坂さんのカップリングで、そうね、温泉のやつあるけどさね、怖くない？結構スリルですね。これも韓国だったかな。そう、もう結構面白い。結構いろんなの見てますよ、私。ね、一番最近、うん、韓国のホラーは名作多い。いや、そうなんよね。新幹線も見てるわ、ちゃんと書いてる。あ、生きているっていう韓国のゾンビ映画も面白いですね。
パラサイトを見ましたよ。ハッシュタグ生きているっていうホラー、ホラーじゃない、ゾンビ映画もおもろいです。面白いです、ゾンビ映画。取り残されてしまうのね、マンションの一室に。でもみんなさ、どんどんゾンビになってく、どうやって生き延びようっていう、まあそんな感じの、まあゾンビ。新幹線、そう、もうめっちゃ有名ですよね。そうね、でもちゃんとね、なんかこんなホラー映画ばっかじゃなくて、ほんわかしたやつも見てますよ。あ、これも面白かった。日本のやつだと哀愁シンデレラ、感じ弱すぎて、あの土屋太鳳さんのやつ、結構でもなんかサスペンス要素もありつつ、そうなんて読むんだろう、サスペンス映画もありつつ、そのなんだろう、夫婦の生活のお話でもあり、哀愁シンデレラ、プレデター、プレデターわかんないかも、見たことあるんかな。見えない目撃者も面白いですよ。もうありすぎてさ、紹介もう、そう、今の国のアリス、守ってもらいたい。ダメじゃん、ダメだよ、これは男性が女性を守らないといけないから、私はホラー苦手なふりをしないといけない。キャーって、こんばんは。あ、空白とかはあのサスペンスじゃなくて、これは感動ですね。お父さんと娘の物語、反抗的な娘と、あんまなんか仕事に忙しくて娘のことを見てやれなかったお父さんとの物語。え、見えない目撃者見たことある？すごい、話せるね。じゃあ、そう、娘が事故に遭って亡くなって、なんか初めて、あ、なんか娘のこと見れてなかったってなんか思っちゃう、感動系。そう、これはでもね、ネタバレじゃないですからね、告知であるので。娘がなんと、あの事故に遭ってしまって、娘が万引きしてたこととかもお父さん知らなくって、その事件があって初めて気がついていくっていう、で娘の遺品とか、感動的なやつですね多分。え、本当だ、あと10分切ってる、やばいやばい。まあ普通にキュンキュンな恋愛映画が好きな方は、君の目が問いかけている、あ、そう、音だけで犯人当てるやつ、そうです、面白いですよね。犯人に追われるシーンあるもんね、目見えないのに。恋愛物語でおすすめなのは君の目が問いかけている、これは私が吉高由里子さんが好きなのでおすすめなだけなんですけど、あんま恋愛映画見ないんですけど、吉高さん好きなので見ました。でもすごくなんか切ない、確か見えなかったかな、目が、そうだよね、君の目が問いかけているだもんね。そう、目見えないけど恋に落ちていく二人、キュン、いろいろありますね。まあで、私はその今の国のアリスとかカイジとか、そっち系の頭使うゲーム系も好きですよ。
ファイナルディスティネーションシリーズ、え、見てないな。何それ、どういう系だろう。なんかそう、カイジとか今の国のアリスとか同じようなジャンル。あ、そう、ライアーゲームとかを見ましたね。あと何でしょう、人狼ゲームとか、だるまさんが転んだとか、命かけてゲームするやつとかも好きです。そっち系。っていう話ですね。カイジ面白いですよ。あ、リアル鬼ごっこも見ました。全部リアル鬼ごっこも見たし、だるまさんが転んだとかもあるし、吉高さんカイジ出てた出てた、1とか2とかあるよね。全部見ましたけど、っていう映画好きの私よりおすすめ映画でした。いつでも聞いてください。趣味映画鑑賞なので。友達ゲームも見たよ、あの黄色い帽子をかぶった。見た見た、映画見ました。ドラマもあったよね。ドラマだったかな。見てます。かけ狂いも見てますね。アニメ見ましたね。かけ狂いは。でも映画評論家みたいでしょ。そう、え、よしも見てしまい、え、面白そう。私の好きなジャンルだ。なんて言ってたっけ、暇があったら見よ。ネットフリで見れるかな。ファイナルディスティネーション、友達ゲーム見ました。映画も。何かお仕事につながらないからね。マジ映画好きなんですよ。そうなんよね。映画紹介できるぐらいすごく見てるんですけど、特に何にも活かせず、ショールームで映画を、おすすめの映画聞かれたら答えるだけなんですけど、こうやって語ってしまってね、すごく尺を取ってしまいましたね。絶対軽い気持ちでさ、聞いてきてきたのにさ、おすすめ映画ありますかって、こんな長々返されたらさ、結構韓国ホラーはだから結構見ましたね。感性が磨かれそう？そうね。そうかも。なんかいろんな言葉、なんだろうね。まあ映画をたくさん見てたら、なんかいろんな言葉も聞くしさ、返しが上手くなるって思ったけど、私でも日本語そんな上手くないしな、語彙力。なんだろうね、まあいろんなこと考えるよね。し、なんかいろんな気持ちになれるから、すごいなんか映画見てるときってハマったら沼ですよ、映画は。ネットフリックさん、よろしくお願いします。まさかの出る側、ネットフリックさん。ネットフリックスも愛用してるので、ネットフリックさん、めちゃめちゃ見てます、私。映画沼にハマってます。やばい、あと2分。あ、ライアーゲームも 見たよ、私。ライアーゲームも怪獣系も全部見ました。ネットフリ加入の紹介番組、あ、そっち？ネットフリの宣伝。やばい、あともう2分で終わりだ。壇上読まなきゃ。壇上読みます。13位服部さん、12位ふっくらごはんさん、11位リチャさん、10位アキアンさん、9位ミキヤさん、8位ハルイメさん、7位タックンさん、6位ハイパーさん、5位エコヒデさん、4位ヤスルパンさん、3位ロボリンさん、2位ブタマツさん、1位ヤスベイさん。ありがとうございました。ワン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 でした今日は。
まあ、映画とかさ見たら非現実的なものを考えれるっていうね、非現実なことについて触れれるし、寝る前に見るのにおすすめな映画なんだったっけ、コンジアムだっけの1分10秒からです。コンジアムだっけ、違うな、そんな感じの、さっきの1時間10分、1時間50分だっけ、コンジアムだ、の1時間10秒、違う、1時間10分、1時間10分ぐらいからですね。もう本当にトラウマ。まあ寝る前ね、何がいいんだろうね。でもだってホラーって夜見た方がさ楽しいじゃん、怖いから。まあ寝る前は私のショールームが一番です。ってことでもう寝ましょう。おやすみなさい。あと20秒。おやすみなさーい。寝る前は私のショールームですよ。もう寝るんです。だから私の配信が終わったらおやすみなさい。おやー。おやすみー。